パルナス製菓株式会社は、かつて、近畿地方を中心に、洋菓子製造、販売を行っていた食品メーカー。本社は、大阪市北区で、後に、大阪府豊中市場を津島2丁目に移転した。2000年に事業を停止し、2002年に、企業生産して解散した。社名、店名のパルナスは、ロシア語で、パルナッソス産を意味する。本項目では、 パルナス製菓から独立して営業している店舗、モンパルナスについても説明する。現存する旧パルナス特約店跡。円形の内装式看板に描かれているのが、ネズナイカの冒険主人公がモデルとなった、マスコットキャラクター、パルちゃん兵庫県加西市出身の小住松尾が1947年に、神戸市で創業した。1952年に株式会社化。 ロシア風ケーキやクレーモフなどの菓子、パルピロといったロシア風調理パンを製造、販売した。最盛期の従業員は500人余りで、近畿地区、その多くは兵庫、大阪に200店以上の直営店と特約店を展開した。ロシア風菓子の製造販売を始めたのは、第二次世界大戦後の砂糖販売統制会場を受けて、 洋菓子店を開いた際、ドイツ菓子やフランス菓子といった一般的な洋菓子店と異なる独自のカラーを打ち出そうとしたためで、開業にあたっては当時のソ連対外文化交流協会から菓子の資料を取り寄せるなどした。古客は晩年に新聞社の取材に対し、帝政ロシア時代の小説カレフ、トルストイの大河小説、戦争と平和で描かれたような、 豪華な食文化の再現を考えていたと述べている。また同社に技術指導を行ったボルシェビーク成果工場職長の家ブドキア王子ナによると、顧客は戦時中日本海軍に従軍し、福音前に乗船したソ連船内でウォッカとレバー入りピロ式を口にしたのがロシア料理との出会いだったと話していたという。ミッソ国交回復直後の1957年には、 ソ連を訪れて、モスクワのレストランや菓子工場を視察し、帰国後には、モスクワの味を、自社のキャッチコピーとして PR に努め、広く知られるようになる。1970年には、日本万国博覧会ソ連館のレストラン、レストランモスクワを、受託運営し、その後は、大阪、神戸、東京で、レストランモスクワ及び、レストランパルナスを営んだ。 洋菓子需要の落ち込みや同業他社との価格、販売競争激化で、売上高の減少が続いたことから、黒字、無借金経営を維持しつつ、1990年代末に、事業の縮小、整理を進め、1998年に工場を閉鎖し、2000年9月には最後まで唯一、営業していた、喫茶店併設の直営店、パルナスブッフェソネ店の閉店をもって、 全店舗の営業が終了。2002年3月に企業生産を終了し解散した。事業整理に入る直前の1996年当時の直営店は、洋菓子店27店舗、喫茶店、パルナスブッフェ7店舗であった。豊中市上密島の本社工場は2001年に解体され、跡地は分譲宅地となった。個格は企業生産に伴う。 残余財産の分配で2003年に長者番付の全国33位に一度だけ公示された。顧格は出身地の火災市にキャラクター人形、CM ソングのレコード、製品の運搬用トレイなどパルナス製菓に関連する物品とロシアの民芸品、絵画などの個人コレクションを寄贈した。これらの品々は2003年に同市で開かれた パルナス 10& コスミ松尾コレクション店で一般公開されたのをはじめ、有志主催の開古展でたびたび公開されている。歌詞、パン分野における商標、パルナスはパルナス成果の登録商標だったが、商標権消滅後の2007年8月に東京都小平市の個人が新たに商標として出願し、2009年2月に登録された。一方、 古格の出身地火災市の有志が、キーホルダーや T シャツ類、衣服用バッジなどに用いる商標として、旧パルナス聖火が使用していた、パルナスロゴタイプ及び、パルチャンズワンのマークを2017年6月に出願し、2018年1月に登録された。パルナス聖火は、1958年から、モスクワの味のキャッチコピーを打ち出したユニークな CM ソングと、 テレビコマーシャルを次々に制作し、近畿圏一円で知名度を高めたことでも知られる。代表的なものとしては、昭和の名歌手である、藤山一郎とコロンビアの女性コーラスグループであった、ルナ・アルモニコとのデュエットで歌唱した、お誕生日の歌であったが、この曲以外にも、中村名子とボニー・ジャックスが歌ったロシアミニ洋調の CM ソング、パルナスの歌は、テレビアニメ、 リボンの騎士、アンデルセン物語、ムーミン、世界名作劇場シリーズの近畿圏での CM に10、数年間にわたって用いられ、有名となった。告白によると、1957年の放送時に、ハバロフスクから乗車したシベリア鉄道の車中で、モスクワの味のコピーと CM の着想を得たという。また、告白本人も自らの性をロシア語風にもじった。 スタリウゴルのペンネームで数々の自社 CM ソングの作詞を手掛けた。パルナスの歌の CM は1分間の長さがあり、放送するには番組を一社単独で買い切ることが必要だったため、1980年代以降は単発の特別番組などに限られて次第に登場頻度が減り、1990年代半ばには CM そのものも作らなくなったこともあり、 ほとんど見られなくなった。また、パルナスの歌自体も、非売品のそのシートや、廃業時に関係者向けに配布した、限定品 CD が制作されただけであった。しかし、1994年には、ABC テレビの、探偵、ナイトスクープが CM を取り上げるなど、近畿圏の視聴者の関心は高く、パルナスの歌は廃業後の2007年、同番組で、 歌の存在を知った、キングレコード社員の手によって同社が発売した CD、心と耳に残る CM の歌に、市販品として、初めて収録された。この他2006年にも、毎日放送のキャラクター、ライオンちゃんの CM に、パルナスの歌のメロディー、曲調をモチーフにした替え歌が採用された。パルナス聖火は帽子をかぶった少年のイラスト、パルちゃんを、 マスコットキャラクターとして商標登録しテレビ CM や店舗看板などに多く使用した。これはウクライナ出身の絵本作家ニコライ・ノーソフが1954年から1966年にかけて発表した旧ソ連を代表する児童文学ネズナイカの冒険シリーズに登場する主人公ネズナイカでノーソフ本人から パルナス聖火に贈られたイラストを元にしたものであった。パルナス聖火は1970年代、ビスケット及びトルテケーキ類を製造していた、旧ソ連最大の国営菓子、メーカー、ボルシェビーク聖火工場のイエブドキアアンドレーブナ王子ナ、を二度に渡り招き、ケーキ製法の技術指導を受けた。当時、同工場トルテケーキ職場の女性職長だった王子ナ、は、 国家重要行事などで、歴代指導者や国際品格など向けの、記念ケーキ製造の指揮監督者を務めた、食品業界社会主義労働英雄で、英国女王エリザベス2世、ベルギー王ボードアン1世にもケーキを検定し、レーニン勲章を2度受賞するなど同工場の歴史を代表する、伝説的職長として今も知られている。パルナス聖歌では、王子名による、 技術指導を記念して、CM ソング、大島景気の歌や社内向け記録映画、ようこそ大島さんを制作した。大島は1980年に、ボルシェビーク製菓工場を退職し引退。2003年7月10日付のロシアの週刊誌、労働に掲載された解雇インタビュー記事で、大島は、パルナス製菓との思い出に触れ、彼らは私を、パルナスママと呼んだ。 私が彼の菓子作りの手助けに赴いたとき、彼は白いコック服を着た全従業員を並べて空港に巨大なコック帽を形作り、その場一杯に大子な三番材という横断幕を掲げた。それに、ロシア人の師匠が日本の同僚たちに教える様子を映画に撮ることまでした。ペレストロイカが始まったとき、我が国の食料棚が空であることを知った。 私に資金と食料を送ってくれたと振り返った。モンパルナスコスミ松尾の実定であるコスミ51が、パルナス製菓から独立する形で1974年に、兵庫県天ヶ崎市に開店した、喫茶店、製パン店。2021年現在、51の長男であるコスミ、氏が社長を務める、パルナス商事株式会社が運営。店名の、 モンパルナスはフランス語で、パルナス産を意味する。ボルシェビクモスクワ製菓の技術者が、パルナス製菓に直伝したという、パルピロの製法を守ったピロ式を製造、販売している。ピロ式は、百貨店の採事や、通信販売なども行われている。本家のパルナス製菓が廃業後も、開店以来47年間にわたり阪神、天ヶ崎駅構内にて営業を続けていたが、 新型コロナウイルスの影響により、喫茶部門の利用者が大きく減少し売り上げが激減。かつてのパルナス成果を知るファンの支援で、通信販売のピロ式購入が一時的に話題になったが、夜は営業をしないため緊急事態宣言下での協力金も受け取れず、家賃の支払いにも急する状態に陥ったことから、2021年3月31日をもって、 阪神天ヶ崎駅の店を閉店。2021年5月1日、かつてパルナス製菓の本社があった豊中市の阪急宝塚線庄内駅近くに店舗を移転した。豊中への移転は天ヶ崎の店で働いていた従業員の通勤の便やこれまでの常連客が来てくれることを考慮した。新店舗はインテリアデザイナーの職にある 顧客社長の長男が内装を手掛けロシア風の雰囲気を取り入れた。天ヶ崎時代に65席あった喫茶部門は、新店舗では20席程度に規模を縮小し、ベーカリー部門のウェイトを拡大させた。ピロ式だけでなく、ハード系のパンやスイーツの販売も計画、パルナスグッズの販売も開始した。また、火災市の有志による、パルナス復刻委員会と協力し、 パルナスゆかりの品々を並べたコーナーも設けている。パルナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。